沼ゼリは、セリカムカゴニンジン族の多年層。トヌマゼリセムスワーベを基本種とする変種。別名、沢ゼリ。根は白くて、ヒゲ状になる。茎は直立し、多く分子して、高さは60から100センチメートルになり、緑色で中空になり、両線がある。形容は五星し、傭兵があり、傭兵の基部が、幼少になって茎を抱く。 根室用の傭兵は長い。幅7から9個からなる、奇数上複用になり、小葉は狂乱形から好皮心型で、長さ3から10センチメートル、幅1から2センチメートル、円に挙子があり、側小葉に小葉兵はない。上部の形容は、次第に小型になり、小葉の数も少なくなる。植物体全体に無毛。夏季は7から9月。慶長か、 分子した先端に複酸系過剰をつける。花は白色の五弁ンで花びらは内側に曲がる。複酸系過剰の下にある双方辺、小過剰の下にある小双方辺は光線形で下方に沿う。小さな三角形の学紙辺がある。湯水は5個、脂肪は下で、下中は2個ある。果実は長さ3から3.5ミリメートルになる楕円形、または東卵型で。 文化の高市場は太く相接し、文化の断面はほぼ五角形になる。床は十個ほどある。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、低地の湿地や、池、沼、小川などの岸辺に生育する。世界では、朝鮮半島、中国大陸に分布する。和名、沼ゼリは、沼セリの意で、別名、沢ゼリ、沢セリともに生育環境を表す。 1856年に出版された、いい沼翼祭の草木図説に、サハゼリ、沼ゼリの名前がある。種め名スアベは、いい、気持ちの良いの意味。編集名ニポーニカムは、日本のの意味。絶滅器具通類都道府県のレッドデータ、レッドリストの選定状況は次の通り。岩手県、A ランク、宮城県純絶滅器具。 福島県絶滅危惧痛類、茨城県絶滅危惧痛類、栃木県用を注目、群馬県絶滅危惧愛類、埼玉県絶滅危惧愛類、千葉県用保護生物、東京都情報不足、神奈川県絶滅、静岡県絶滅危惧愛 b 類、愛知県絶滅、三重県絶滅、滋賀県分布上重要種、京都府絶滅種、大阪府絶滅、兵庫県 ?A ランク。 山口県絶滅危惧愛衣類、徳島県絶滅、香川県絶滅危惧愛類、愛媛県絶滅危惧愛衣類、高知県絶滅危惧愛衣類、長崎県純絶滅危惧、熊本県絶滅危惧愛衣類、大分県絶滅の恐れのある、地域個体群、宮崎県絶滅危惧愛衣類、鹿児島県絶滅危惧衣類。ありがとうございます。